間で英単語1000個覚えられるって本当ですか？これね、本当なのよ。すごいでしょ、1週間で1000個覚えられたら。その方法、武田塾流英単語の暗記法を今から伝授するね。まずは1時間で英単語100個覚えられるようになりましょう。スペルを見て訳が言えるようになればそれで OK。 スペルは書けなくていいからね。システム英単語とかターゲット1900とか単語帳を使って自分の知らない単語を集める作業をしてください。1秒以内に訳が言えないとその単語はアウト。じゃあこの100個みんな覚えてって言われて覚えられる？なかなか無理だと思うんだよね。100個多すぎるよって思うと思う。じゃあその100個どうやって覚えたらいいかっていうと、10個ずつに小分けにしてください。100個覚えるのは無理でも10個だったらどう？5分で覚えられると思うんだよね。それを10セット繰り返す。あとはまとめて復習する。こうすれば1時間で100個覚えられるようになります。それを繰り返していけば1週間で1000個もできるんです。頑張ってね。